はい、それじゃあ外差 ADC やっていきたいと思います。 AD でやるか。なんかまた最近夜は寒いですね。はいよー。あ、開始開始。トゥトゥル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 。やっぱね、ちょっとこう寒暖差やめてほしいよな。俺も声おかしいもん。声がおかしくなってしまった。いいね。やれてるな。ナイスー。よく一発分耐えた。ま、俺のイグゾのおかげですけどね。あー、押し切れてね。まあ、いっか。押し切れてる限り。おいしいヤミー。ナイス。これぞワースですな。まあやはりやりきれるまでの判断が早いといったところでしょうか。私のまあいかにね、判断を鱗滝左近次になるかというゲームですからね。これはいかに早く。これルーン何になってんだろう。何も考えてなかったルーンのこと。なるほどね。世界は変わり、どう変わるかは私たち次第。敵を倒しました。まあカイサなんてね、ファーストコア入るまではそんな強くないですからね。ぶっちゃけ。で、ゴレベ注意してあげて。だから、旧もうちょい当ててほしいな。もうカルマ対レオナのマッチアップで、ヘルスがイーブンの状態で良くないし。なんかウルト出てくさー。ラッキー。まあ序盤はね、キル取れたらいいなぐらいですよ。ヘイネイン9回ホーファーストパワースパイク。コンデス、クミアッチョさんに憧れて最近アログ始めました。ええやん、こんばんは。今のが相手のウルトが2枚使ったプレイになります。ダイアナウルトを QE の前に適当に打ち、いけるそれ。まあ、いっか、こっちで。ウルト飛んでもよかったけど、ちょっとね、ウルトが分かんなくて、相手の。飛べなかったな。まあまあまあ。いきますか、これ。タゲ取れる？タゲ取って、タゲ。まあまあまあ。ナイス。
いやーこれブーツから行くか迷うな。ブーツ作るか、さすがに。ガニサス、ガニサス作りますか。なんだっけ次、ソラリチャージブレード、ソラチャとかが流行ってんだっけ。まあでもこれキャリーコースだしな、コレクターから行こうかしら。大丈夫そう。完璧、完璧ですね今の。我ながら完璧ですか。イブリン売るとなかったんかな。なかったっぽい、ね、うん、コレクターから行こう。まあ育ってるしね、あれ。敵チームがリフトヘラルドを倒しました。これが脅威系なんかね、脅威系の回答だとやっぱバーストすごいね。ああマジか。最初のタワーが破壊されました。敵を倒しました。敵のタワーを破壊しました。はめ込んでもらう。押せないな。あと48円なんだよな。欲しい。えはにゃはにゃにゃにゃ。ミスター。私は戻ってきた。強くなって。なんかさ、ソラチャってさ、昔クリット率が 50% になるのが強かった気がするんだけど、これ強いのかあいつら。よくわかんねえよな、この。いや、まあ。俺はカルマも普通に強いと思うけどな。カルマとかラックスもまあ悪くはないと思うけど、ソロキューだと全然。ラックス入ってるわ。カルマは強いけどね、普通に。普通何でもできる。何でもできるのが強いね。まあエース界隈はやっぱりルルはトップティアだね、普通に。エース界隈の話をすると、ウルト早っ、判断が早いウルトの判断早すぎやろ。待って、イグゾ使えてねえ。待って、イグゾ、ははぁ、もうイグゾもアルティメットも出なかったぁ俺今、イグゾ押してアルティメット押したつもりが、多分さ、画面のさ、イグゾの横押してアルティメットの下押してた。ちょっとあれだな、ちょっとサモリをやりすぎたかも、ごめん。手が届かないわ。
行くぞ押せてねえからまた押せてなかった。ちなみに教育界隈、まあ、教育界隈はまあもうあの MF 君が一人で担当してるけどね、担当してるよもう割と。今回はイグズありますよ、さすがにね。外したなお前。待ってウルトあんの、あやべ、あれないと思ってた、あ使ってなかったんだ。この早漏が、早漏が残してたなんて嘘だろ。炊きたてごはんさんこんばんは、はじめまして、どうもどうも。ポリス強えな。はい、かりんとさんもこんばんは。ぶっちゃけカタリナダイヤだったらさ、どっちかっていうとさ、なんかこれじゃなくてあのあれにしてほしいよな、グラステイシス欲しいよな。アッシュのキャッチ怖くてこれにしたけど、サッシュとかのさ、なんか 0.5 秒無敵さ、あれだよね、なんか敵、いかにサッシュってさ、まあその早く回すかがかっこいいみたいなとこあったじゃん。なんかそれができないの悲しいよね。なんかうわ1秒ももう 0.1 秒たりとも止まらんかったみたいなのかっこよかったじゃん。どうしたあいつ、なんかそれができないのかな、悲しいよな。アフ AP にしようかな。アフ AP でもいいけどな。俺でもやっぱエースなんか、はいこんばんは。もうちょいエース欲しいな。なんかこの脅威系の Q でダメージ出すのそんな好きじゃないよね。なんかやっぱカイサといえば、まあ回る三隙を生かしつつみたいな、こういうプレイがしたいわけじゃん。なんかちょっとね、テンション上がらないよね。イドリスやりたいね、赤イドリス。まあ MR いっていいかな、でもこの試合はさすがに。いや倒しとくかこれ。あそうなんだ、カリスタ君の、どうしようかな。まあでもそんな1、2時ぐらいじゃない ?2 時ぐらいかな。カリスタ・ビエゴ・マオカイな。カリスタってどうやって実装する気なん?どうやって実装するんだろうね。
え、カリッサの特徴である通常語のブリンクなくなってそうじゃね？ワイリフの調整の仕方だったら。これやだな。ちょっとつまんないね。マホカワイはいいやろ別に。ナイス。うわ、なんか来た、びっくりした。ね、あのステップが魅力なのになくなったらやだな。あ、これダリ残ってくんねえときついな。あー、まあ、9はどうだろうね。ちょっとドラゴン行こうぜ。あ、いける。ドラゴン行こう。どうやって実装されるんだろうな。取れるこれ。どういう風に実装されるんだろうね。でも無理だよな、の後に。なくなってそう。なくなってそう、タップ、ワイ、あの、ベイングローリーじゃないと実装できねえよ、あのキャラ。あ、待って、間違えた、危なっ。あ、飛びすぎ飛びすぎ。ウェイ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 。飛びすぎですね。これドダツはない。いこう。追われるんだ、すげえな、トリス。どこも化け物だらけで。8000ある？うん。8000積んでね。敵のタワーを移動中です。緑の木々が非常に懐かしいなんて。あー、ミスった、外した、最悪。どこ？音がすごい。ナイス。まあ、ジジー。まあ、育ってる時のコレクター強いな。ビクトリー。お、ずっとゲーム。シンプル。アディクターのワイタロさんだ、どうも。昨日はお疲れ様でした。4万ダメージっすね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。結構丁寧にやりました、この試合は。